どうもなおちんです。本日も戦国武装5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は鹿之助使っていきます。新しく出てきたキャラクターでかなり強いので使ってる人も多いのではないのでしょうか。それでは鹿之助の技はこういう風になっております。固有チャージがチャージ1、そしてチャージ4からチャージ11、徳川家康と同じだね。チャージ1。やってやる。チャージ1は自分の周りを巻き込んでそこそこの範囲で攻撃をすることができます。しかしあんまり使うことはないかな。チャージ4から11。このチャージ攻撃がとにかく強い。徳川家康もこれがあるんだけども、鹿之助もほぼ同じような攻撃となってます。とにかく使いやすくってめちゃくちゃ便利。では鹿之助いきましょう。まあ冒頭に言った通り徳川家康と同じ感じ、うん、でもまあ攻撃方法としては同じ感じで若干の違いはあるよね。徳川家康はこうなんだろう、こう自分がまあこれも自分がぐるぐる回ってるな。でもこいつは全体的に回るじゃない、全体的に体全体で回るんだけども、家康はなんか信長みたいな回り方するんだよね。範囲としても別にそう変わりはない、うん、範囲は変わりないかな。ただ最後の一発、信長は、あ、信長じゃないや間違えるな俺。家康は上にねぐるぐるぐるって持っていくんだよね敵を。でも鹿之助はそのまんま叩きつけるので、まあこれの好みじゃないかな、うん、最後の攻撃を上に持っていくかそのまんま叩きつけるか、それで、自分の使いたいキャラクターを選んだらいいんじゃないかな、うん、あとは見た目じゃない、うん、鹿之助なんかこの帽子かぶってる感じだもんね、うん、で家康はちょっとお坊ちゃんみたいな、うん、前の家康からはだいぶ姿形が変わったけども、俺は今の家康結構好きだね、うん、結構好きで、どっちとも鹿之助も家康もヒット数はかなり稼げる、多分全キャラ中一番かなとは思うんだけど、でもねお普段折り鶴のやつあれの方も結構取れるからね、わかんないねどっちの方が取れるかっていうのは。まあただやっぱり使いやすい、うん、2頭はねマジでね全キャラ中ナンバーワンでしょこの使いやすさ。別に数を数えなくていいっていうところがいいよね。普通だったら数を数えてチャージ4チャージ5とかそういう風に戦っていくんだけども、これは本当にねもう何も考えずにいけるっていうところがやっぱ一番のところでしょう。しゃ倒した？まあ倒しきれてないか。あやべえな、ちょっと三月に代わってやろうか。あ落ちてなかった、降りてなかった。よし OK 完璧、敵もいないね、行きましょう。もうちょっとで俺はレベルが全員25を超えるかな、うん、最終的にはもう全員50にはやっていきたいので頑張っていこう。レベル上げはこの剣上演武じゃなくって無双演武の方が稼げるよね、うん、あっちが断然だわ。でもあれ時間かかるっていうのがね結構ネック。あそこで5分以内ぐらいで終わってむちゃくちゃ美味しいっていうところがあれば、うん、まあ、知ってる方いれば教えてください。
まあ、ネットとかそういうの見た感じではまだ判明してないのかな。嬉しいもんだな。特にそういう記事は見えてないので、まだ分かってないんだろうね。あれ今回あんまりスコアが伸びないね。若干スコアが伸び悩んでるぞ。いいか、まあ、どうせ S ランクには取ったしいいでしょう。あっち側はちょっと美月にお願いしようか。鹿之助はここら辺の雑魚をとりあえず倒しとこう。いやいいか、もう行こうか、行こう。ああ別にここでスコアオーバーに取ったとしてもそんなにね変わるもんじゃないんでいいです。はい次。お鹿之助そこまで戻ったか。まあいいや、とりあえず仲間を出して待っときましょう。こっからスタートしようかな。あいや、あまあまあもうここ来ちゃったならいいや。ここで出たところをすぐに倒そう。はい来なさい、終わり。よしでは馬で猛ダッシュだ。発見いた。よし OK、 これ移動にも使えるからほんと便利。相手ではなかったか。しゃこれも安寧のため。よしかけお覚悟勝利。よし OK かな。どお倒した倒した、行くぞ。ありません必殺。これアニメーションが出るとき出ないときがあるからね、なんかちょっと寂しいときがあるんだよな。よっしゃ出たー、シャキーン。はーい今日は鹿之助でした。めちゃくちゃ使いやすいよ。はいということで今日は鹿之助使っていきました。徳川家康とほぼ変わらない、ほぼ変わらない性能なので、まあどちらが好きな方育てて使ってみてはいかがでしょうか。俺は、家康の方が好きかな。まあ、鹿之助好きっていう人も結構多いと思うので、まあ、それはそれぞれということでいいんじゃないですかね。はい。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。